アソシエイ21は、かつて存在した、左翼系知識人、活動家の交流団体。1998年フォーラム 90S の解散を受け、1999年4月25日創立。資本主義批判の知的、文化的なイニシアティブと交流の場となることが目的であった。創立記念大会を報道した東京新聞によれば、 資本主義批判、近代批判の研究、討論のホットな交流の場の同権的創出を目指す、などの快則を拍手で採択し、唐谷祐希との講演が行われた。伊藤誠、橋本森作、小賀明が、創立を発起人。創立時の会員は480名。一周年を報じた朝日新聞記事によれば、2000年4月時点の、 会員は650人、1周年の年次大会では、武者の工事金費で、今日小中の講演が行われた。その事業として、雑誌、期間アソシエ、月刊ニュースレターの発行、各種講座、研究会の開催が行われた。活動拠点としてアソシエホールも開設された。アソシエは解散まで22号、ニュースレターも毎月発行され、各種講座も維持された。 ホームページも開設されたが、現在は消滅している。アソシエ21は5年を目標とした次元団体で第2期まで続き2009年3月解散した。創立当初は地方組織としてアソシエ21関西も置かれたが、自然消滅した。後継団体として変革のアソシエが2009年4月創立された。 機関紙は再び機関化され、関西アソシエも復活している。ありがとうございます。